巨大たち今日の福音は私たちを自由に入るように招いてくださいます。自由。どういう自由愛するための自由。相手のために命を懸ける自由。時間をかける、相手のために時間をかけるの自由。 相手を許すための自由。相手をそのまま受け入れるための自由。仕事のところでは、自分自身と自分の家族など、自分の信仰の道を潰すまでに働かないように、力を持つ自由。仕事では、社長とか、 誰かの上の人とかに、いや、私はここまで、この時間までしか働かない。以上は私が家に戻って家族と過ごす。あるいは、日曜日は私が仕事しません。まあ、例外がありますけど、やっぱり私が、えー、あの <laughs>、選ばれたので、神に選ばれたので、まず、私の家族、まず彼に、 従って、見言葉を聞いたり、彼の命をいただいて、そして、私がこの仕事の場で、仕事場で、完全に命をかけます。相手の仕事さえも背負うけど、私がこの仕事の奴隷ではありません。そのために、それを言うために、それを <laughs>、えー、相手、仲間に言うためとか、 上の人のに言うために自由が必要です。で、この自由はどこから来る巨大たちよ。恋人は恋人に、いや、私はあなたとセックスをしない。私があなたを尊敬します。自分も尊敬します。あなたも私を尊敬するように、本当の愛を示してくださいと言うための自由はどこにあるのですか これも、これは、奥さんも主人に、いや、私はあなたのセックスの人魚ではない。本当に神のうちに一体となる。生の関係を行うと。それを言うためには、ジオはどこから来るシャバットから来る。シャバットから来る。昨日私たちが 断食についての言葉をもらいました。この断食は自由の現れです。毎日毎日私たちは断食をする。相手の愛情の断食。相手の理解の断食。時々相手の尊敬の断食。相手が自分を決別した時には、私、自分を、えー、見捨てられた時には断食するでしょ。 その断食は自由の一つの現れです。自由がないと私たちが、えー、なんか古い服に何か自分で、えー、直そうとするということ。これは自分の力で自分の理性で何か片付けましょう。何か、えー、直しましょう。その関係を直し,直しましょう。その難しい 奥さん、あるいは主人、あるいは子供たちとの関係、あるいは両親との関係、仲間との関係、兄弟との関係を、まあ自分で直しましょうと。昨日の福音これは古い、古い服です。そして古い服をちょっと直すような間違いです。そう。神様が新しいものを私たちに与えます。私たちを作る。私たちを新しいものとして作る。私たちに新しい、 武道酒を与えます。だから、新しい袋を私たちに与えます。それは、シャバット。シャバットに現れる新しい命。永遠の命。永遠のシャバット。クリストが私たちのために始まった、開いた、開かれていた、開いてくださった、シャバット。休みの日。 安らぎの日。彼の交わり。神が想像す、べてを想像した後、七、ね、番目の日に休んだ。で、その日は彼との契約の結びです。この日のためにすべてを作った。その日に入るためにすべてを作った。で、その日はクリストが実現した。全うしたんです。 彼の死と復活によって彼が私たちのために新しいシャバットを与えてくださいます。その新しいシャバット。その本当の安らぎ。罪から解放されている人の安らぎ。これは教会の中で経験する安らぎ。経験する恵み。教会では与えられている恵み。与えられている霊。シャバットの霊。タルムード。 では、つまり、イザエルの先生たちのラビたちが作った本、いろんな規則、いろんなね、あの教えなどと、ね、そのタルムッドにはこう書いてあります。メシアが来られると、すべての日はシャバッテに変えられる。その通り、私たちがそれを経験しているでしょう。教会の中では私たちが罪を持っていって、許されて安らぐ。 その、えー、裁きから私たちが解放される。その憎みから解放される。安らぐ。新しい葡萄酒新しい葡萄酒は新しい袋に入れられる。それは信仰の道を通して行われる神の業です。今日の福音はこれについて語っています。クリストはシャバットの主です。そして私たちにはシャバットを 実現されたまま与えてくださる。その新しい人生。新しい命を持っている人の人生。新しい命、永遠の命を、永遠の生命を持っている人の生き方。そして自由で。休んでいるから、その小麦、すみません、その麦を取って食べることができます。 これは禁じられていた。土曜日を守るためには、シャバットを守るためには、どんな仕事も禁じられていた。けど、シャバットは、神からすべて来るという、えー、経験をするために、という記念をする、思いを出すために与えられている特別な日です。休みの日。自分が何もせずにも、も 神様がすべてを計らってくださる、与えてくださる、彼の見せつ、それが私たちを導くという経験をするため、それを祝うため、それを信じるやための日です。聖なる日です。で、クリストが復活したから、すべての日を、あの、土曜日に変えられてます。すべての日を、すべての時間を、休みの時間に帰った。どういう意味ですか この世は、クリストが復活してから、この世はすべてその畑です。その麦の畑です。で、弟子たちはクリストと共に、つまり教会はその畑に入ると、すべてを食べる。すべてを切って食べる。どういう意味ですか別のところでは、ヨハネセ、えぇ、ー、ル福音には第4章でね、クリストが、 私はあなた方が知らない家庭を食べます。私のために、おんちちが整えてくださった、準備してくださった食べ物を食べます。これは何ですか神の御胸を果たす。神の御胸は何ですか十字架に張り付かれ、貼り付けられて、死に葬られ、復活すること。命を懸けること。種として、ね、麦の種。 どうして、落ちて、死ぬこと。そして、身を結ぶ。弟子たちが、福音にはね、現れる弟子たちが、今日の福音には現れる弟子たちは、その実りを食べる。イエス・キリストの復活の命。永遠の命。イエス・ u リストが私たちに与えてくださる命、その麦。感謝の詐欺はそうですよね。彼の体を食べる。復活した クリストの体を食べる。だから永遠の命をいただく。だから自由にそれをする。いつも、いつも私たちがクリストに近づいて、クリストの実のりを食べることができる。それだけではなく、その同じヨハネによる福音の4章に、クリストがまだいます。見て畑を見てもう、実が結ばれている。もう、もう、借りるに、時がついた。 この世は、この畑です。神の畑です。そして、弟子たちは、借り入れる、借り入るための、あの、えー、使わされたものです。だから、今日の福音は、予言的な福音です。教会の使命の福音の予言です。私たちの生き方の予言。どういう風に弟子たちは、世に行って、 仮いるのかどういう風に命をかけるクリストが彼らのうちに命をかける。神の食べ物を食べる。神の身胸を果たすこと。だから、この弟子たちは、その食べ、その麦を切って食べることによって自分の死と復活のことを表す。クリストの死と復活を表し、クリストに参加して、 属して、それに加えられて、彼と共にも、彼と共に彼らも死んで復活する。それによって、すべての人々が救われます。すべての人々まで福音が届きます。命をかけること。これは、この自由。わかるこの、これは自由です。これはキスト社の自由。あなたが召された自由。私に与えられている自由。教会の中に与えられている。 自由。命をかける。主人が奥さんのため、奥さんが主人のため、子供たちのため、相手のため、定期まで愛を表すための自由。これは、えこの自由は何ですかどこにも命をかけるきっかけ、命をかける人、命をかける出来事を見出して識別する、判断する。あ、これか今、私が 聖なる土曜日、その永遠のシャバットから私が出るみたいな感じ。私がその永遠のシャバットのものとして自由に命をかけることができます。その畑に入って切って、神にこの人々、救われている人々、キリストに出会う人々、いの命をかけた、彼らのために命をかけた、その人々が んちちに、捧げものして、捧げます。捧げること。これは私たちの使命。復興の福音は、これを私たちに教えてくださる。よい日を